ハレルヤ今日の主の見言葉は、イザヤ書38章1節から8節までになります。声出して読みましょう、どうぞ。そのころ、史跡屋は死の病にかかった。預言者アモチの子イザヤが訪ねてきて、主はこう言われる。あなたは死のことになっていて、命はないのだから。 家族に言言をしなさいと言ったヒゼキヤは顔を壁に向けて主にこう祈った「ああ主よ私が誠を尽くしひだむきな心を持って見舞いを歩み御目にかなう良いことを行ってきたことを思い起こしてください」と言ってヒゼキヤは涙を直して大いに泣いた「主の言葉がイザヤに臨んだヒゼキヤのもとに行って言いなさい」 あなたの父祖を旅での神、主はこう言われる。私はあなたの祈りを聞き、涙を見た。美を、私はあなたの寿命を15年も延ばし、アッシリアの王の手からあなたとこの都を救い出す。私はこの都を守り抜く。ここに主によって与えられる印があります。それによって主は約束なさったことを実現されることがわかります。 見よ私は人形の影太陽によってア母の人形に落ちた影を中度後戻りさせる太陽は影の落ちた人形の中で中度戻った雨祈りましょう主なる神様私は自分なりに生きた日々の罪を そのほむきと反逆と不純の罪を、そのイエス・リストを十字架につけてしまった罪を悔い改めて、世に来られた神の現れであるイエス・リストに聞きたことによって、神の子供に立ち返り、神の御国を受け継ぐ信仰生活をしたいと思って、今日も信仰によって、主の身元に近づいております。 私たち一人一人は必ず主が生きておられる神であることを信じます。そして見た通り聞いた通りに、屋内に応じて報いてくださる裁きの主であることも信じます。今日も生きてた神の御声を、主の精霊によって聞き取るために、この場におりますので、必ず今後私たちの信仰生活に、 必ず悟って正しく従っていかねばならない真理の言葉を通して一人一人を悟してくださりこの時代の流れにふさわしい信仰生活が熱く強く正しく素晴らしくできますようにそして我々によって救われるはずの人々が全部私たちの模範的な信仰を見て主の栄光を 見つけ出すことができますように助けてください一人でも多く主が計画されたすべての人々が完全に救いに至り、神の御国を共に受け継ぐ信仰になるまでこれ以上、立ち着する者がいないように特に守ってください。主イエスの皆でお祈り申し上げます。アーメンハレルヤーヤ えー、世界的に有名なこういう話をすると必ず誤解する人が出てくるから前もって断っておきますがまず偏見を捨ててから話の本質を聞いて悟るように頑張ってから。 それでも理解できなければ批判してもいいけども話の本質も聞いてみないで頭から誤解ばかりする人がたくさんいますから前もって断ります。最後まで話を聞いて納得ができなければ少なくとも神の精霊に力を求めて悟りを得るために頑張ってみてからそれから 批判しても遅くない、ね、ヒトラー政権に反抗してヒトラー政権を引き下ろすために抵抗運動に参加していたドイツの世界的に有名なボンヘッパという牧師がドイツの秘密警察ケシュタプといわれる秘密警察に対応されて 死刑を言い渡されるようになって刑務所にいた時にある幻を見ました幻の中に神様が裁判官に裁判長になっていてヒトラーが神様に裁かれて地獄行きを言い渡された時にヒトラーが泣きながら 神様にこうお願いした私は死後にこういう世界があるとも知りませんでした知らなかったからこういう罪を犯してきましたともし知っていたならばこのような罪を絶対に犯すことはなかったです私に誰一人転倒してくれる人もいなかったんですと泣き崩れながらヒトラーがそう言っていました 幻の中でそれを見たポンヘッパ牧師は胸を打ちながらヒトラー政権を引き下ろすために抵抗運動ばかりに物になっていた自分が彼をいざ一人の人間として罪から救って神の国に導くべき人間として考えて天道しようとは思ってもなかったことをい改めたそうです。 それを彼は日記のように記録に残してからその後処刑されて死んでしまいました。彼が死んだ年は39歳の時なんです。39歳。といえばこれから牧師、うん、でもいやス様信じない人でも男39歳ならこれから自分の働き盛りになって自分の人生を本格的に。 花を咲かせるような、実を結ぶような形で持っていくべき時に彼はもう死んでしまったんですよ。今、今日、今日の世界中ではこの方は殉教者として取り上げられて尊敬されています。この方を個人的な人格などを批判するためじゃないの。 今日の説教のテーマは道に迷った牧者と羊の群れの話です。道に迷った神の下べの話、今日の教科の話をしたいと思います。なぜそれがいけないのか、なぜ彼が中教者じゃなく、そのようなことは迷い出た。 教会が,し執事の群れがやるこたちの絶対にそんなことを真似してはいけないのに教訓日,日にも彼が政権に反対して闘争したことがまるで政権と戦う人たちの模範的なケースになってるかのようにとらわれていてそれをそういう根拠にし,しまして彼の霊を闘争の 念を固めてていいいいいくく燃やしていく人々がいっぱいいますよなぜそれはいけないのかなぜそれが霊的に教会が目指すべき道じゃなくて絶対に目指,して目指してはいけない道なのかをこれからよく聞いて今世の中にそういう流れを喜ぶ人々の信仰が通していけないのかはっきり悟って皆さんはよしあしを 真理と偽りを命に至る道と滅びに至る道をは,はっきり自分の信仰でも見分けがつくような信仰に立たないと絶対これは命の救いと関わってしまうような重要な話だろうと悟るべきです彼は牧師なの牧師や生徒たち教会がやるべきことは何ですか 何ですか罪から離れて救いに至りすべての人々が命の救いに至るそして神の子供になるそして神の御国を受け継ぐようになることを正しく伝えて教えて助けて共に愛し合い助け合ってそれを達成するまで頑張るべきところが教会であり神の下で国会者であり それに正しく従って命を得るべき群れが神の執事の群れ生徒たちであるべきです。雨です。私たちの戦いはそういう意味で血肉を相手にする戦いじゃなくてこの世との戦いじゃなくて悪の奨励との戦いであり罪との戦いであります。信じますか そんな話が特にあるのか、聖書にこういう話がないと思う人々に向かっています。今日、出る前に、エペソ6章の12節をゆっくり読んでみたい。ケチェニを相手にするいかなる戦いも我々のクリシャンたちが目指すべき戦いではなく、それはイエスを信じない世の人々が常にやってるじゃいる幸せねすぎません。神の霊に導かれる正しい神の人々は、 そういう血肉を愛する戦いにおいてはたとえ迫害,を受ても迫害を受けて自分の命が本当に落とされていくことあっても殺し合うようなことは絶対に挑まないのが神の教会であります。アーメンですか皆さんじゃあ ポンヘッパの牧師の話をもっと分かりやすくすることによって皆さんの目が今開くべきですなぜそれがいけなかったのかなぜそれが殉教者の道ではなかったのか今日の教会は彼がヒトラー政権と戦ったことをそれは正しい判例として 捉えてるんだけども今日の教会が捉えるべきことはそれじゃないのそうやって彼は失敗して39歳で死んでしまったの失敗者になったんです彼が一番ポクシーの勤めを集中的にかけて働いたのがヒトラー政権だと一人のヒトラーを倒すために 特殊職をかけて頑張ったのがそれですよ。結局ヒトラーも救えず自分も用いられるしもべの道を歩み続けることはできなく処刑されていく時に神が守,神が守ってあげることはできなくなってしまいましたここまで言ったら見えるべきです。これは血肉を相手にする戦いを聖書と離れて 血肉を霊的な戦い、サタンとの戦い、罪との戦いではなくて血肉、東方の一人、兄弟の一人、家族の一人、器も,もめを挑んだ間違った道から外れた正しい、間違った信仰の失敗者の話です。自分が一番面と向かって関わったヒトラー一人も、 救いに導くことはできたのに2人とも共倒れになってしまったんです。ここまで言っても見えないと大変ですよ皆さん。少なくとも神の下部と呼ばれたで牧師となった人間であるならばヒトラーであろう誰であろう人をサタンから救って神の国に行く道を正しく伝えて教えてあげるべきでありますよ。 トラ政権から統一民族を救ってこの世の外に立つのが政権の外に立つのが教会の牧師たちの生徒たち聖なる群れが目指す道じゃありませんよ。こういう理解がいまだにできないと。今日この説教室で YouTube に載せれば必ずは嫌だと話す嫌だと。 必ず反発するよう出てくるの。目がない人、耳がない人な。そんなことをやるために、やらずために、神様が下辺を建てるんじゃありませんよ。この世の独裁者から人を救うために、神が神の教会を建ててありませんよ。サタンの勢力から救い出すために、罪から救い出すために。 それでこの世のそ外に特裁政権からその外に立つためなくてサタンから救って神の国に連れていくためにイエス様が救い主となる道を歩まれたことを信じる人だけ心よりアーメンとおっし様に <laughs> 世界中これが分かっている人がいない。 心すら開けば小学生も理解できる話を今私私は今やっているはず心を閉じれば1年20年30年ぽっかりしても聞こえない話。心を開いて聖書的に考えると小学生でもわかる話をしてます。難しい話じゃないの。 彼が処刑される前に幻を見たのは、主の聖霊によって、彼が食い改めたのは、主の聖霊によって、幻の中で示されたから、諭されたから、ポーネッパー自身が食い改めたの。彼が食い改めた道を、なんで今も同じく真似して歩んで歩もうとするのかという話です。ああ、行けなかった。政権を下ろすために、諭するために戦うんだて、 一人の人間を救うために頑張るべきだったと胸を打ちながら悔いあめた記録を残したこれを見習うべきでこれをこれを見習うべきこれは勘違もなくこの一番重要な我々が目指すべき道は勘違もなく彼が政権と戦った話ばっかりが浮き彫りになって世界中に尊敬されるようになっている世の中の教会が この世的な水準で判断してるから、聖書的に神の観点から、信仰の目的が分かって判断すると、見え見えになら見え見えになる話が、なんで教会が政権と戦うのこれはもっと分かりにくいと、それは内輪も目にすぎないの兄弟争いにすぎないの 血と肉を相手にするイエスを知らない人々がやる戦いですそれは神を信じる人々の戦いは人間との戦いじゃないの神がボネッパ牧師自身に見せててさいでしょうヒトラーも救われるべき一人の罪人の一人だと彼にも誰かが転倒して彼が悔いためればそれでも救われる罪人の一人なのヒトラーのためにも神が死なれたんですよ これが理解でき,できない人は、まずクリスチャンの資格はありませんよ。クリスチャンとは何ですかキリストを救いのたるイエス様に、神様に従っていく人がクリスチャンです。アメ,アメン。イエス様が死んで復活したのは、ヒトラーのためでも、習近平のためでも、キム・ジョンのためでも、安倍さんのためでもありますよ。皆さんと私のためだけじゃなく、 人間ならばどんな考えられない罪を犯した人であってもまず神はその全ての人のために死なれたから全ての人々が悔い改めてイエス様を信じて救われるべき救いの対象なの戦いの対象じゃなくて雨、こういう理解ができない人はポンヘッパーボのように胸を打ちながら泣きながら自分なんで自分がいけない罪は自分に何があるのかを 探しだして泣きながら悔いを改めるべきですよ。ヒトラー政権を擁護するという意味ではありませんよ。北朝鮮政,政権を擁護するという意味ではありませんよ。ムン・ジェイン政権を擁護するという意味ではありませんよ。彼らは罪人だから罪を犯しているだけなんです。 彼らもその罪をやめて出てきてイエスを信じて救われる信仰生活をするように取り出して祈ってどんどん転倒するように頑張るべきですよ。アメ結局、考えてみなさいよ、ポンヘッパ牧師が求めていた闘争は目的が叶いました彼の闘争によってヒトラー政権が崩れ落ちたんですか違うでしょう。 それはでき,ずにきっと祈りながらやったはずですね一言でも神,よ神よ人らを神を人トラー政権下ろしてはって祈りながらやったはずですよ答えられない祈りなんですが間違った陶器から求めている祈りです約棒4の3節に求めても答えられない場合があるんだそれは間違った陶器から神が答えられない祈りを一方的に捧さげるからですよ トラ政権と戦いながら祈ったはずでしょうその戦いと祈りが叶わずに逆に自分が処刑されてしまったのはれは宗教じゃなくて叶わぬ祈りを求めたからです。アーメンできますだから死の前に主が示しておったのその罪を持ったままだらその罪を持ったままだらな処刑されるんだったらポーネヘッパ牧師自身も救いと関わりにくくなるから。 それでも神の下部だから間違っていたところを指摘しておって悔い改めに導いて救いに導くために幻な家で主の精霊が示されたことを信じますか結局はかなわぬ闘争をやっただけで39歳での若さでそういうふうに無駄な戦いばかりをさせて つには処刑されるために神がしもべと呼んだわけではありませんよ。ヒトラーまでも他の人々をサタンから救って神の国に連れ戻す神のしもべになるようにと神様が呼ばれたはずなの。しかし本人すらも道に迷ってよ。目指しては求めてはいけない陸路、ツ肉,肉を相手にする戦いばかり挑んだから 39歳の若手で失敗で終わってしまったこと、これは準拠じゃなくて失敗だことはっきりと悟りまして、礼で切れ目が開きますように、霊を見分ける力が満たされますように、主イエスの皆で祝福いたします。アメンこういう話が理解できなくて批判したくなる人、ボンヘッパが見た幻を思い出して、 自分もそのように悔い改ための人になればこういう話が納得できて涙が自然と出てくるそれまで何を目指す道を歩んでいたのかそれまでの道が道に迷った間違った真理からイエス様の言葉から離れてしまった信仰であったことが見えてくるはずなんですこれは難しい話じゃない 難しい話じゃないの。偏見すら捨てって、待ち合った知識を聖書に戻って再び照らし合わせてみると、すぐ見えてくる話ですよ。アメン。世界中、こういう話は理解できなくて、今も皆さん検査をしてみなさいよ。99%はポンヘッパの闘争精神を。 だからそういうのを見習って国に反発すべきだと、こんなことを呼びかける牧師たちが99%なの。牧師がまず道に迷っているの。だから信者たちもそれに賛同するよう出てくるの。友倒れですよ。ちはもめです。喜ばれるのはサタンだけで、神様は悲しまれることを挑んでいるわけなんですよ。 こういうことも分かんないまま信仰する説教する皆さん大変なことでありませんいかにこれが深刻な話であるか分かりませんそしてヒトラーという人が独裁者にあってああいう政治をした 行ったこれ神のお許しなしにできますか神様のお許しなしにできますか神様のお許しがなければできない話ですよ。サタンがある国をある民族をいやある個人を襲う時にも神の許可がなければ絶対に髪の毛一,も一本も地に落とさないんです。 サタンが養父を試みに合わせた時にも神の許可のもとだったの。神の弟子たちを試みに合わせた時にも神に願ってその願いが聞き入れられた後の話ですよ。雨。神が許さなければサタンも何もできないの。なのにサタンの手先ぐらいにしかならないヒトラーが神のお許しなしにああいうのができるはずがないんですよ。 神様は何らかの目的のために、いや、ご自分の民をチェミから助け出すために、悔い改ために導くために、チェミの大学生を起こさせるために、ああいう人でも神がしもべとして用いるのか。だから、すべての人が神のしもべであろうとは、聖書には、新約にも旧約にもはっきりと示されています。イスラム民族が、 エジプトに下って400年経ちまで神を求めずまるで飲み食いすることばかり求める異邦人ように400年経ちまでそういうことをしていたら神様がイスラエル民族に神を思い起こさせ神を呼ばせるためにエジプトの王パラオをカタクナにしました神によってカタクナにされたパラオエジプトの王パラオが 心が固くなってイスラエル民族に脚性を行ったの中労働をさせたのそしたら初めてイスラエル民族が中労働に耐えられなくなったら神よ神よイスラエルの神を呼ぶようになったんです私たちをパラオの政権からこの中労働から私たちを救っておいと。パラオ神様が痛めつける 美垣として愛の鞭として神様がしもべとそういうしもべと呼ばれて用いたら初めてイスラエル民族は神の名を呼んだんですそれに応えて神様がしもべモーセを遣わされたんですそして400年ぶりにやっとエジプトからイスラエル民族を救い出すチャンスを得ることができた信じますか ならばこういう時にイスラム民族がパラオが客制を行う時に過酷な中ロドにさせられる時にパラオと戦うんじゃなくてパラオ政権と天の神を呼んだのが正解だったんですよ。アメンそれがクリシャンたちが求めるべき道なのもしパラオ政権と戦ってなんで我々に客制を行うのとそれと闘争していたならばそれはただ血と肉の戦いにしかなりませんよ。 そういう人たちを神が守ることはできないのそれを相手にしないで神を求めたから神様が救いの道を開かれると開かれてエジプトから解放させてよかったことを知るべきですよこういうところを説教しているはずなの説教しているはずの人々が口はそう説教しながら実際には先ほど言ったような真似をしてるわけで、ね、矛盾じゃありません リマ舌をつかせるじゃないの一つの口から二つの真理が論理が出てくるじゃないの一つは真理一つは一割意味が見えますか意味がアメンイスラミン族はイジャイをはじめとしてエレミアをはじめとして神様からいろいろ警告を受けても罪を悔やったみたで神様に立ち返らないの そしたら彼らが罪を食い止めて神様に立ち返らせるために神様がバベルの王、ブ不堕と寝ちゃる王に力を、知恵を与えて彼を強く強大な国の王として立てるんですよ。なんでイスラエル,イスラエルを侵略させるために。それで彼らを捕虜として連れて行,くために行かせるために。これが神様がなさったと。聖書を読みながらも信じない人々。 イスラム民族が70年間パビロンの捕虜に連れて行っていながらネブカット・ネチャル王とパビロン王と戦う闘争ばっかりしていたならば罪は悔やためないで神,の神への彼らは神によってイスラエルに帰還することはなかったでしょうそこで倒れて絶滅したはずだしかし神が用いるしもぶとして強めて用いるネブカット・ネチャルの統治家パビロンに行ってみたら 自分たちが預言者たちが警告する時に罪を悔いあためなかったことが後から悔いるようになったの後から悔いて悟って悔いあためてエルサレムを眺めながら夜も疲労なく涙の悔いあためを捧げるような完全に神様に心が溶けて立ち返るような体制になりまして寝ぼかと寝ちゃる王との戦いを挑まないで。 神への信仰ばかりをたたそうとして頑張ったんですよ結果70年ぶりにエルサレムに帰還させられたことをこれが神の統治のスタイルであると信じる日だけアーメンとおっしゃいさす、ま、もしイスラム民族がバビロンでバビロンの王とネバートネチャル王と何であなたは特裁するの何であなた方は私あなた方は私をトレーして こきかおうのこんなことばかりして、逃走デモばっかりやってったならどうなりますそこで全部倒れて死んだはずなの。それで神様が彼らを罪を犯して警告しても言うこと聞かないから神がそこに送ったのにそれでも罪を悔い止めないと。それでパビロンの政権と戦って倒れていくと。神が罪をや諦めない彼らを守ることはできないの。アメ なんでこれを説教すべき人々が今日今日にはそんなやっちゃいけない真似をしてるのかこれ道に迷ったから道に迷ったから信仰の方向がどうであるべきかを分かなくなってるからわっかなくなってる口から出てくる説教とちっさにやってることは違うからハレルや今日の話を悟れば世界中の教会の運命が変わりますが それでも分からなければパラオと戦って倒れていくはずの人々の描くべき頭に寝ぼがッチャちゃるとチョミは食えたみないで神へのネぼガットネチャるパベルの音と戦って結果どうなっていくかを想像すべきですよ今の韓国の教会全世界の教会がコロナやあるいは独裁者などによって いろいろ苦しむようになっているこの時に、神様に罪を食いてめて正しく立ち返るように説教しないで、闘争ばかり、いや、コロナの時代を過ぎ去らせてくださいと。罪を顧みて食いためようとはしないで、コロナの時代を過ぎ去らせてくださいと。この苦しみを取り除いてくださいと。こんな祈りばっかりしてるぽっかたち、信者たち。 文政権がって、ああ、大変だからおろしてくださいと、政権交代してさせてくださいと、こんな祈りばっかりしてる人々教会が今まで神の前でどんな罪を犯したかを悟って、教会でのところの手を握って、霊的に寛員を犯していながらも、どこの宗教にも救いがあると言い合っていながらも、そんな罪を悔やいため,にとい悔る,ためにいるようにとは教えないで、伝えないで、 血肉ばかりを相手にする喧嘩ばかりの挑む兄弟争いばかりをうちらもめばかりしてるようなこういう形にはまってる今日の教会やポカイ者たちや信者たちこういうことばかりしてる限りはそういう信仰を早く食らってもない限りはポンヘッパのようになる悔い改めべき人にも気づきもしないで 神様に祈り求める祈りが叶わぬうちに本人たちが倒れていく恐れが多分にあることをはっきり悟りますように。イエスの皆で祝国いたします。信仰生活の根本がずれてるの信仰生活の根本がずれてる。祈祷院は全部を閉鎖して、 セミナー室ばかり作る今日の教会精霊と共に生きるのが何でのかすら分からなくなってしまっている今の教会当然肉の思いにふけるしかないでしょう当然血肉を相手にする違法人たちと同じような真似をする信仰に転落するしかないの人生にあるいは世界に問題が起きるとその全てが神の黙認許可の中なのそれ。 なんで神様はこういう不具合な状態を許されるのか訳ありですよある国がある民族がある家庭がある個人が何かの問題にさらされと時には必ずそれが神の許可のもとであることをまず認めるべきこんなことが襲ってくるのになんで私の神は私の神は何で私を守ってかばってくださってないのか自分に訳あるの 帰り見て探したって悔い当めるべき罪があるということはまず知らねばなりませんよ起きた問題といくら戦っても解決できませんよ問題があって皆さんが問題が、うん、何か皆さんに罪があって問題が起きた場合はその罪をまず探して悔い当ためれば問題は自然と解決できますよ罪はそのままにかくまっておいて目に見える問題ばかりと闘争をすれば間に合いますか それはイエス様を信じない人々もやってることなんでしょう。今日の説教のテーマのようにこういう正しい真理を信仰を教えるべき牧師たちがまず道に迷っているの。やるべきことが何であるかを見失っているの。皆さん今日の ヒゼキア王の話を少し触れましょうヒゼキア王は一国の王様だイスラエルの王様が死に至る病気にかかった死に至る病気にかかった時に彼はまずんでお医者を呼ぶとか薬を探すとかじゃなくて壁に向かって座りました壁 壁に何かが力があるんじゃなくて他をあてにしないと言うのよ他を世にある他の何かを薬とか医者とかなどを相手にしないでという意味ですよ壁壁に向かったのは彼は神だけを思う駄めだということを理解できますでしょう彼が壁に向かったその後にあるのを「主よと呼びましたよ壁のことじゃありません 彼の神経を刺激して、自然を心を奪うものを排除して、神だけを思い出して求めるために壁に向かったということだ。壁に向かって読んだのは主の皆ですよ、主の皆。ハレルヤ、邪魔されずに、自然までも壁に向かってしようという。それで彼が祈ったんですよ。 彼が祈った言葉を思い出したら皆さんこうしてくれあしてくれという祈りからじゃなくてもし私が主の御前でまことを尽くして正しく歩んだことがあるならばそれを思い起こしてさいくすごいへりくだった祈りなのもう俺ここまでやってきたからんこれは何で私は死なれはなりませんかこの病気を癒やしてくれとこんな態度じゃなくて へり下ってよそれでも私がこんな父に至る病気にかかってしまったこんなものにしかなっていませんけれどもそれでも私がもし今までにおいて神の前でまことを尽くしたことがもしあるならばそれでもせめて思い出してくださいとそして私を助けてくださいとこういうふうにすごい謙虚になって祈る姿であろうとまず悟るべきです。 そして涙を流して涙を流したの。パンパン祈り求め偉そうにそういう力があったならば涙を流すまでにないでしょう彼はもう砕かれてるの砕かれてる減り砕って砕かれているの。ただ私がただの一時でも誠を尽くしたことがあれば思い起きてる自分の弱さを 小さな自分を披露して、神の前で率直に持ち出して、こんなもんしかなってませんけれども、あとは言う言葉がないの、祈り、つるくもいろいろ述べれないの、だからもう涙を流すしかないの、神のハレルヤ。そしたら主が一発で答えたの、それがなんと真実な。 神だだけを頼っっのの祈りだったのか2度も3度も何日もじゃなくて一発で主がその祈りに応えられた一発で応えられる時には彼の祈りの中身が純度が純度どれほどであったかがもう神に一発で応えられるほどのものであったことはもうそれは言うまではありませんよアーメンですか彼が死に至る病気は癒されると 命も15年も延ばされた、15年も。そしてアッシリア政権、アッシリア軍隊が、アッシリアの王が彼らを時々攻めてきて、試合したり攻撃したりするようなアッシリアの攻撃からも、これは求めてもないですよ。ヒトラー政権と戦う、求めてないの アアシリ政権を倒してください、求めてないのに一種がきれいに排除してください。アメンです。一つの国が襲ってくるようなこんな大変なことを求めてもないのに,主いにい一種が,がきれいに答えてください。韓国には有名なチョンガホン牧師とかこういう人々が今政権と戦っている 私はムン政,政権が正しい彼じゃないの。彼らはどうせイエス様から離れている人々なの。それでそれもイエス様の許可がなければできない場合だなんだ。彼らと戦いながら何え政党まで作ってまた政治までしようとしているああいう僕たちが牧師だとすればこの世は希望がありませんよ。 ああいう人が牧師だと思ってそれが真理を語ってると思ってそれにアーメンと言って従う人がいれるわよもう希望がないの牧師が教会がやるべきことじゃなくてそれはこれは神を知らない人々が肉の思いでやる水準ですよ決着肉を相手にするうちわもめにすぎませんよ牧師である両親がこれっぽっちでもあるならば ムンジェイン大統領が悔い改めて正しいことやってないから確かに悔い改めて家様を信じて正しく救われる人になるように祈るべきです神を意識するんだったら自分が牧師であれば皆さんがクリスチャンであれば一度でもそう祈るのが本物ですアメンですか主が私に見せておいたのムンジェイン大統領という人が手を手で触るだけでも 乾いてしまったクロワッサンパンのクロワッサンのようにもう触るだけでも崩れ落ちるの体がそんな本当に何も力がないだけあっ自分も維持できない人は霊的にそれに分厚いステッキを食べさせて体を強くして韓国の台頭に立ってたのがイエス様であることを見せてた今年の春に時が来ると神が目的しているあることを達成すれば 彼は自然と神によって降ろされると主が見せてた。ハレルヤ。ルヤ皆さん考えてみなさいよ。今、イエス様の時代から聖書が我々に自由に与えられて誰でも信じれば救われる時代が与えられて2,000年も経ってるのにこういう一番重要な真にすら分かってない人々がクリシャンなのってる。 牧師を名ってる？なんと迷い出たのかわかりませんか？こういう人々は1からずれてるの？絶対に教会がそういうことはできませんよ。たとえ、文政権によって倒されることは、でも彼を陸の思いで迎え打ってはなりませんよ。 やられる襲ってくれば襲われて殴ってくれば殴られて本当にそれが宗教なの死ぬならばそれでも死にながら彼らの罪を許して死んでいくのこれが宗教なの主イエスを信じなさい殺してきたら殺されながら主イエスを信じなさいそれでも殺す人を許しながら死んでいくのはこれが宗教ですよ戦うのが宗教じゃなくて雨。アメン 聖書を読んでも分かんない人々は説教しちゃいけません皆さん自分じゃなくて人の運命まで倒してしまいます政権を倒すなおて運命を倒してしまうのまず自分のものからどうしてこれが見え,、ま、見えないでしょうかサタンに勝っているほど戦いすらやってないからの 教会は祈りと断食と真理の言葉を正しく悟ってまず礼的に戦って勝利するために命を懸けるべきですよ。そうすればこういう問題が自然と解決できますよ。アメン,アメンここに子供たちいるんだけど理解できたアニカ。理解できる花は理解できる奇跡だよ。ハレルヤ。励ましなくてを送りますよ。ハレルヤ。 小学校6年生も理解できるのに、霊的なことはこんなもんですよ。霊的なことは、悟りを得ななないと大人になっても盲目の<ん>1一一時間もかからない、こんな説教で理解できるはずの話が、なんで10年、20年、30年、僕たちには分かんないのか、自分たちが立ってると、もうすでに高慢になってるから 死ぬまで立ってると思ってはいきませんよ。死ぬまで精霊を求めて、砕かれて肉の思いを砕きながら、気分感情まで砕きながら、聖書はどうなってるかを、聖書はどう語ってるかを、綿密に悟るべきです。あめ、考えてみなさいよ。イスラム民族がパラオが客制を行うから、それと喧嘩し戦ったとしましょう。 世界最強の軍隊パラオの軍隊に全滅させられたはずなの。寝不堅寝ちゃロうと戦ったとしましょう。捕虜に連れて行かれてエルサレムに帰還もできないままそこで滅びたはずなの。聖書は何を語ってるか見えますか皆さん。今日の説教がいかに重要であるか見えますかこれが完全に理解できて、自分の中に深く入ってきまして。 悟りの基準になるまで皆さんは求めないといけないの。こういう観点から物事を悟らないと、絶対に道に迷い,迷い出てしまうの。国会社が迷い出たら、それで迷った道に羊の群れを導いたら、共に地獄に向かって生きながら、サタンを、サタンを求めながら行くことになるの、霊的には、なんでこれが見えないでしょう。今、これは世界的な問題ですよ、世界的な。 皆さん今は地球半球の向こう反対側まで簡単に調べができる次第ですよ。調べてみなさいよ。こういうことはいけないとなんで書かないのなんで語らないのなんで逆に尊敬の対象になってるの迷い出た人々が。個人的に批判しなさいという意味じゃなくてそういう信仰を目指したいけないことを言ってます。 教会が目指すべき信仰はそういう信仰じゃありませんよ。パラオの王がねばっと寝ちゃロウが、習近平が、金正恩ンが、文ン政権が正しいですが、違うそういう意味じゃありませんでしょう。それは神様が愛の持ちとして磨き石として、神の人を磨くために、用いる神がそう用いるの、悪は悪として用いるの。彼らは悪のしもべです。 木の兵士と木のしもべと正しい神の真理のしもべと真理のために悪の悪のために用いるその愛の無知のために磨き石のように用いられるしもべが別にいるんですよ。あメンそれでもそれは神が用いるから大広範囲で言うとそういうのに戦って血肉を相手にしてそういう世活で戦ったら神の全体的な統治に逆らうことなのこっちも。 この意味が見えますかこれまで見えれば完全に理解できますよ。アメです彼らも神が立てて使ってるの今。なのに彼らと血肉で戦ったら神が使うものに反抗するの。じゃあ神様に対立するの。ここまで悟らないと完全な理解ができないの。できないの。皆さん。 こういう話は皆さんが正しく悟ってで間違ったそういう道に並ぶ人々を皆さんが積極的に悟してあげないといけないん雨です罪と戦って罪から離れて救われる信仰になるように罪を 人を操って罪を犯させる背後の勢力サタンと悪霊どもと戦ってそれを打ち砕いてヒトラーすらもそこから出てくるように挑む信仰これがイエスがキリストだと信じるべきそれで伝えるべき教会のつめなのこれが真理ですこれは真理です言ったような話ありますよ極端的に 正反対に向かう話ですよ。立体の話じゃなくて。アメリカのマーティン・ルーティキン牧師は、牧師5年やって、辞めて、人権運動会になったの。牧師の務めは、サタンから人を救うのが牧師の務め。それを辞めて、サタンに。 縛られて苦しんでいる人々を救い出す牧師をやめてアメリカ人白人から白が受ける黒人を白人の手から救うために人権運動家に変わったのこれは個人的にマーティン・ルットキン牧師が神への背きなのこれが個人的な堕落なの彼は 彼も37歳か9歳で、中断で倒れて死ぬ時に主が彼を守られた。なんでよ。神が命じたことをやらないで、サタンの手からチェミから人を救う、神の下辺の血止めを果たさないで、白人から黒人を救う、肉的な、肉的な救いばっかり救出作戦ぐらいを挑むために、特殊職を勝手にやめたから、彼が中断で倒れてきに彼の神は彼の命をそれ以上守るとはできなかった。 神の許しがなくても死んだと思う人はいないでしょう、まさか。こういうのが見えませんか、皆さん。マーティン・ルットキン牧師は、流れにおいて、ポンヘッパ牧師と同じ道を辿った人な。こういうのが見えない人々は、皆さん、クリシャンなのちゃいけませんよ。クリシャンは、神の法則に従うのはクリシャンです。この世の法則に従うのはノンクリシャンです。偽善者です。既然的なクリシャンです、それは。 アーメン,アーメンマーティン・ルートキン牧師とチョン・ヘッパ牧師。マーティン・ルートキンはもっと尊敬されるの、世界中で。黒人解放運動家はあ。黒人が白人の奴隷であることを私は賛成するという意味じゃありませんよ。それは牧師がやることじゃない。意味が見えますか流れが見えないの道は全然違うでしょ。 サタンから罪から人を救うのが教会でありポキであり信者たちであるべきなのに白人から黒人を救うためにサタンから救う罪から救うことをやめたということはこれは堕落でありませんこれがわからないとどうするんですかこれがわからないとハレルヤおいクリスチャンたちどこにいるの クリスチャンたちどこにいます話ができるクリスチャンたち聖書が語られるクリスチャンたち神の話ができるクリスチャンたちどこにいますか今日のこういう話が世界中の教会の流れ迷い出た道を戻す聖書的な基準であるとははっきりさどりまして。 この世から罪人を救う前に教会を救うべきですよ。牧師たちを救うべきです。迷いでた羊の群れをまず救うべきですよ。そうじゃないと誰が光を放ちますかクリシャンたちが闇に倒れていったら誰が光を放ちますかクリシャンたちが真理を語らないと誰が真理を語れますかハレルヤー 今日からちょっとこういう時に泣きながら胸を打ちながら祈る人になりますように世界が今深刻になっていると悟る人になりますようにイエスキュー・トルミナで祝いたします祝いたしますボンヘッパ牧師がやったことが正しくあるならば悔い改めるようなことを主が見せてくださることはなかったでしょうアーメンですか ヒトラーの政権で尊敬されないで、30級で死なないで、40級まで、50級まで、70級まで、もっと長生きしながら、サタンから人を救うポッカイをやったならば、それが尊敬されるべきなのに、間違って失敗した人がなんで尊敬の対象になっているの目が,目が見えませんか、皆さん目が見えませんか 白人から解放されるのが救いですか、サタンから解放されて、神の国に行くのが救いですか、これが見えない人がどうしてくれるんですか、皆さん、悟ってくださいよ。今、この世の、この世じゃなくて、この世は最初からだけども、この世の教会がおかしいよ。アメ、ンーンヘッパ牧師に見習うべきことありますよ。 そんなことをしたら食い当めないといけない罪だということを見習うべきです。マーティン・ルートキン牧師が人権擁護者になったからそれを尊敬するなて彼が牧師職をやめてサタンから黒人を救うことをやめて白人から救う肉の思いに戻ったことを嘆くべきです、投くべき。こういう基準が乱れたらクリスチャンとしての命がもう終わりです。クリスチャンとしての命。 天国まで無事安全に間違いなく入りたいと思うならばこういう霊的な悟りがないと絶対途中で乱れてしまおうと今のうちに悟りますようにイエスがキリストだと信じますようにイエスがキリストにな,るためになったのは白人から黒人を救うためじゃないのヒトラー政権を倒すためじゃないのサタンの政権を倒しサタンを縛り砕きそこから人を救うためです これが教会の基準であるべきだ。これは夢の中でも死んでも間違えてはならない。これがこそ真あだとはっきりさせますように。シューイエスの皆んで祝福いたします。ではイエスを3回呼んで祈ります。イエス3回イエスよイエスよ